あの子を琉球街の本屋で見つけてから1週間、この養護施設のこともどういう環境で育ってきたのかも全て調べさせてもらった。もちろんあなたの前の職業もね。沢村遥、容姿やスタイルは荒削りだけど間違いなく逸材、磨けば光るわ。私なら彼女をギラギラに光る宝石の中でも特別な存在にすることができる。私にあの子を預けて、必ず成功させてみせる。その条件が俺がここから去ることだというのか。人間っていうのは誰かを好きになればなるほどその人の裏を知りたくなるものなの。血液型、出身地、服の趣味や家族構成、知れば知るほど身近になった実感を得られる。でもその相手が実際は手の届かない遠い存在であるほど、知りたいという感情はより強く作用してしまう。そしてそれは相手の知らなくてもいい部分を暴きたいという感情につながっていく。遥かの過去のことか。ええ、人の心ってのは無常なものなの。一度愛した人間に裏切られたと感じた時、その愛情は憎悪にすら変わる。そうは思わない？彼女を守るためなの。あなたと一緒にいた過去を消し去ることができれば、私は彼女を守れる。だから。もういい。話は分かった。返事は？俺はここから離れるつもりはない。朝顔の子供たちにとって俺がいなくなることは幸せなことじゃない。俺は必要とされる限りここで生きていくつもりだ。それがあなたの仕事だと？仕事とかそんな軽いもんじゃない。それが俺の生きる道だということだ。用事があるんで失礼する。勝手に帰ってくれ。何にも分かってないのね。道を極めたっていう割にはずいぶん世間知らずなのね、あなた。女の子一人に夢を見させることすらできない男がカッコつけてんじゃないわよ。彼女だけじゃない。先日ここを訪れた時分かったわ。朝顔に夢はない。あなたがいる限りずっとね。どういう意味だ？私が幸せと聞いたら子供たちは皆口を揃えて言ったわ。幸せだって。確かに身寄りのない子供たちにとってここは最高の場所かもしれない。
でもね、あの子たちは全員怯えている。何にだ。今だけの幸せが壊れてしまうことに。あの子たちは全員心からあなたを愛してる。でもあなたといることの幸せを守ろうとするがあまり、全てのものを犠牲にしても構わないとすら考えてる。例えば夢。子供っていうのはもっとわがままで、もっと無鉄砲で、もっと自分に忠実であるべきよ。あなたが近くにいると、あの子たちは自分自身の夢を描けない。夢、あなたにもわかるでしょ。子供たちがいずれ大きくなるためには、夢ってものが大切になるんだってことくらい。そういった幸せを維持しようとする人間と、何も持ってなくても夢を追いかける人間、どっちが強くてたくましいか。旅をさせなさい。そしてあなたも旅に出て、人のためじゃなくて自分のために探すの。必死になれる夢を。だが、彼女を私に預けてくれれば、その代償に子供たちの夢への保証をするつもりよ。施設の子全員が成人するまでの養育費、その他才能への投資、全て私が面倒を見させてもらう。あなたは自分の代わりとなるスタッフを探して。安心して、はるかちゃんは絶対に成功する。歌手という道はあの子にとってかけがえのない夢になるわ。私の夢。どうしてそう言い切れるんだ。本当にそれがはるかの夢かどうなのか、なぜあんたにわかる。簡単よ。私の夢も同じだからよ。あんたの夢。そう、夢は必ず受け継がれていく。人から人へ、必ずね。ちゃうちゃうちゃう、何回言わせたら気ぃ済むんや。リズムに乗れって言うとるやろ。もう一回行くで。はい。ちゃうちゃう、そうやない。違う。はるか、恥かくくらいやったらステージみたいなもん登らん方がええ。もうやめた方がええんとちゃうか。やります。もう一回お願いします。
ほな、もう一度。ええか。いい加減できなきゃ。ふい。はい。言ったよね。ああ、はい。今蒼天テレビに出てる。ええ、そうです。沢村遥、うちのタレントです。沢村遥さんです。はい、沢村は今うちの一押しでして。そうです。プリンセスリーグで勝てたらメジャーデビューすることになってます。またまた、ほんまですか。いや、その際はぜひぜひ。はい、なるほどですね。了解です。はい、そしたら失礼いたします。なあ、堀江ちゃん、水くれる？え？あ、はい、ただいま。なあ、社長、いくらなんでもあと1週間でプリンセスリーグで優勝させるレベルまで鍛えろなんて無理やで。時間がなさすぎる。今更泣き言？プロなら言われた期日できっちり形にしなさい。最初の話じゃ1年がかりで育てるって話だったはずですよ。それが半年って、時間がなさすぎですって。歌なら歌、ダンスならダンス、どっちか一つにレッスン絞った方がええんじゃないですか。私は遥をただのアイドルで終わらせるつもりはないの。確かにあの子は掘り出しもんですよ。動きはいいし勘もええ、ルックスの割に根性もある。なんせこの半年社長が方々を集めた中で逃げずに残ったのはあの子一人だけですからね。なら問題ないじゃない。いや、だからこそもっとじっくり育てる方がええんやないかと。口出しは結構容疑た。あなたは黙って言われた通りにやればいい。それに見合うだけの金は払ってるはずでしょ。社長、荻田さんも遥のことを思って言うてはるんですし。あなたと私は契約でつながってるの。こちらの条件に従えないなら今すぐ契約解除してもいいのよ。もちろんあなたからの途中解約ということになるから、いろいろとそっちが損することになるけど、どうする？
ああ、やりますよ。やりゃいいんでしょ。よし、明日も。ありがとう。うまくいったよね。お疲れ。社長。明日かな。はい。優勝すれば大々的その一つとして。最高。そう。東京でメジャーデビューのライブ。東京で。ええ。そうなれば話題沸騰。東京進出こそ。はい。つまり。あら。いや、ちょっとは何言ってるの。これからあなたの歌を全国の何十万浮世離れした体験。はい。そうね。
あなたが負ければ沖縄の施設、あの施設を閉鎖することになるでしょうね。その意味がわか、分かってます。そう、あのね、はるか、アイドルというのは、はい、そして愛してくれる人たち、その全てを受け、はい、好きだ可愛いと言われて嫌な気分になる女、最初は誰でも有名になったし、でもある日気づく、ファンの愛とは一方的なもの、愛、そしてその現実を知っ、確かに現実はそうだった。でもどうして、彼女たちは愛、普通に両親がいて、普通、そんな当たり前の感、一だから一方的な愛を失う、愛されて当然と思っているに、愛情、アイドルとしての道を得、でも私は知ってる、あなたはすでに大丈夫、あなたなら自分を、社、ん、もしかして社長も物心つく前に虐待、長い間誰にも愛され、多くの人には子供だ、明日朝9時に事務所でいいわ。あ、そう、今日はもうかい。はい、お疲れ様。社長、もち、はるかちゃん、お疲れ。社長に言われてね。はい。よし。ほんなら、行こうか。はい。はるかちゃん、毎日頑張ってるね。いえ、私今までこういうことやったことなかったから、人一倍頑張らないと。そうか。そやけど、はるかちゃん、レッスンっていうか芸能界自体入ってまだ半年くらいやろ。それであのプリンセスリーグ決勝まで勝ち進んでるんやもん。これってものすごいことやで。さすがあの社長が見込んだ子やな。才能ってやつなんかな。そんなことないですよ、まだまだです。今日も怒られてばっかりだったし。でも気を使ってくださって嬉しいです。ありがとうございます。いえいえ、どういたしまして。ああ、やっぱりはるかちゃんは笑顔がええな。
そういえばこっちの学校はどう？もう慣れた？うん、どうかな。あんまりうまいこと言ってない？勉強はなんとかついていけるんですけど、あまり友達が。そうか、これだけ忙しかったら一緒に遊びになんかなかなか行かれへんやろしな。はい、それとこういう仕事してるっていうのが気になる子もやっぱりいるみたいで。そんな奴ら気にすることないって。妬んでるだけや、そんな。うん、でもやっぱり変なのかも、私のしてることって。はるかちゃん、僕らの仕事はお客さんに夢を与えられると思うんや。一アイドル好きとしてさ、はるかちゃんのステージほんまに魅力的やと思う。せやからっていうのも変やけど、もっと自分に自信持ってええんちゃうかな。私はアイドルですってなんて、はるかちゃんより怒られてる僕が言うても説得力ないね。そんな。はるかちゃん、僕はマネージャーとしてまだまだ半人前やけど、これから精一杯サポートするから。頼りないかもやけど、しんどなったら何でも言うてな。はい、よろしくお願いします、堀江さん。こちらこそ、明日からよろしくね。あ、ちょうど着いたね。さあ明日、はい、ほな。